よっしゃ、じゃあ続きやっていこう。どうも、アッパーパーゲームズの J です。今日もね、時のオカリナ完全初見でやっていきます。今ちょうどジャブジャブ様のね、お腹の中に行ってボスみたいなやつにね出会ったんでね、そこで今日は、今日じゃねえわ、この前一回負けてしまったんで今回勝ちます。条件が分かんない。未だかつてこんなにボスの戦い方を分かってない戦い方はねえ。OK。HP 満タンにしてきて再度戦いです。手落ちです。後ろ向いた時に攻撃なのかな？ブーメランってさ、結構ブーメランしてくれんな。ここを、通すで、こんぐらいからブーメラン当たったか。難しいな。ブーメランは左手で投げんでしょ。左手でこいつマジ足速くね。どこまですり抜けてくれるかなんだよね。ブーメランがこれが当たってくんないんでしょ。え、爆弾も使ったりすんのかな。爆弾も行ってみっか。なんかさ、俺の予想では爆弾で足止めもしつつなのかなみたいな。爆弾作戦行こう。爆弾を設置して、違うな、爆弾じゃない、今回は爆弾じゃねえな。ここら辺で投げとくか。こうやって当たらねえ。後ろ向く時と後ろ向かない時の差が分かんない。後ろに回り込みたいんだけどさ、速度的に無理だよね。頑張れリンク、リンク肩壊さない程度に。ちょっと行くか、もう一回後ろ向け、マジで後ろ向いた。来た来た、何この乱数なのかな、これの差が分かんない。うまい、うまい、差が分かんない。とりあえずブーメランは効いてる。ブーメランをケツの方に当てると後ろ向くとか。どうだ、これで後ろ向け。危ない、タコ中タコ中やべえな。来た来た、後ろ向いた。いやー下手くそ。あそこで当てなきゃ多分もうダメだよねこれ。あいつ止まってくんねえかな。よし来た。なんか5発したけどいけた。後ろ向く条件がマジわかんねえ。後ろ向いた。これなんだ、3回ぐらいやれば後ろ向くのかな。あれさ、インコース攻めないといけないけど、これインコースの針ついてんじゃん、柱。マジでめんどくせえ、爆弾やめてくれ。ケツー。え、なになになに、え、やった、え、嬉しい、クリア、クリア、クリアした。え、上上がっちゃった。え、セーブしていい？ここじゃねえわ。普通にセーブした。オッケー。え、倒したけど上行っちゃったんだけど。ミスだよね、これ。どこ？ああ、わからねえ。何これ？攻撃するとおとなしくなるのこれ。
もうタコスケいや、おもろい。いや、ブーメランってめっちゃ重要じゃん、じゃあ。超重要アイテムだったわ。こっち行くか。なんだ、ここなんだ、地図で見るとよくわかんねえな。右、左。なんもなくねえか。なんだこれ、ギミックが出てきた。ん？進んでっていいのかな？ちょっと進んでみるわ。おい、あいつ連れてこねえとダメじゃねえかよ。クソママ。どこにいんだ？ここが繋がったってことなんか、了解？これ置くとか？これ持てるやんけ！これ謎の木箱だなって俺ずっと思ってたんで、ここ。そういうこと？え、でもこれ軽いよな。これ置く判定でいいのかな？俺のじゃあ爆弾置く発想はちょっと穴がち惜しかったってことでいいのかな？いや、マジかー！うわぁ、これすげえわ。なんかすっきりしたわ、今。やっぱ伊達に俺もゲームしてないだけあって惜しかったね。爆弾置くからの。一発クリアとはいかなかったけど。ここはどうなってんだ？とりあえずこれ倒していくか。もうね、ブーメランあるから怖くねえ。もう無限です、こんな。もうハードキャッチプリキュアして。で、地図的になんかボスがいるところが、暗闇じゃねえわ。なんかツタみたいなのついてるから、まだいけないんだよね。ってことは、ここを登っていくってことでいいのかな。なんかスイッチあんのかな。なんか登ってる時の音うるさ。いや、これ俺の音じゃなかったわ。いや、それか。なんだなんだ。あ、なんかすげえ守られてね。できたわ。え？これだけでいいの？開いたよ。あとは行くだけでいいのかな。じゃあ、ボス戦ってことでいいのかな。じゃあ、さっきのが中ボスだったんだ。ボス戦です。このボスは誰だ？ほい。ん？クラゲ？巨大クラゲ？これの音か、ビリビリしてんのって。いや、違う。触手の本体？なんだそれは。なんだなんだ。クラゲ合体して、バリネード。電撃、戦海賊。いや、ここはブーメラン使うよな、多分。うわーい！あ、触手を多分攻撃していくんだな。ちょっとずつ、これを、剥がして、で？で、なんだ？攻撃か？ナビに聞きたい。バリネード。寄生クラゲが集合した怪物よ。クラゲに守られた本体を狙うの。じゃ、今もう、ブーメランで攻撃っていいことでいいのかな？合ってるかな？青の時って攻撃食らってる証拠だっけ？剣で行くわ。剣だな。で、守られました。で、触手を攻撃していくってことか。それか、あの間に狙い撃ちしていくか。硬いぞ。いや、オッケー。じゃあ、クラゲ攻撃か。これさ、1体倒したら方向が変わっちゃうのかな。ターゲット、ターゲット、オッケー、こう。クラゲを破壊して、守ってるやつを、どんどん。ちょっと、俺のブーメランさばきが下手すぎね。この黄色スティックが、違うとこに反応した。オッケー、上手くなってきた。
今のはミス。オッケー、クラゲいなくなった。本体本体本体。やれてるか。なんだよ、じっとしたと思ったら攻撃だったわ。こういう感じ。いや、ブーメラン強くね。じゃあじゃあブーメラン強いよ。こうなったらもうパチンコいらなくなっちゃったもん。いやー、ビリビリ。回避も使いながら。かっこいい、俺のリングがそれっぽくなってる。きたー、一発クリア。なんか中ボスの方が強かったわ。倒し方わかんねえし。今回最大限ブーメランを倒す敵だったね。うえー、倒せた。うい、器、器ゲッチュ。うわ、うめえ。お、来た、俺のあんま好きじゃないルド姫。喋りたかったな。ふん。遅かったではないか。何をしておったのじゃ、この役立たず。ちょっぴり心細かったぞら。ツンデレやんけ。ツンデレ系ヒロインか。まあ悪くないね。ちょっと嫌いだったけど俺。この言葉聞いたら、ああなるほどね、ツンデレだったのねっていう、ちょっと許しちゃったわ俺。うい、戻ってこれたんかな、この音は。近い近い、距離感距離感バグってるお前。距離感バグっとるわこいつ。あるよね、自分の急なパーソナルスペースに入ってくる人とか。え、怖い怖い。そなた思ったよりかっこよかったぞ、ちょっぴりな。まあ助けてもらったのだから何か礼をしてやってもよい。何が望みじゃ言うてみ。いや、水の精霊石欲しい。俺それ集めるためにこの旅冒険を始めてからね。別にないなんてないよな、選択肢に。俺は水の精霊石欲しい。水の精霊石とはドーラのサファイアのことかな。このサファイアは俺わらわの夫となる者に授けよと母上にいただいたものじゃ。いわばゾーラのエンゲージリング。あるよね、よかろう。そなたにわらの一番大切なゾーラのサファイアを授ける。ってことは、ってことはよ、俺、こいつと結婚するってことなのか？え？嫌じゃ嫌じゃ。まあ嬉しいよ、これもらったのは。エンゲージリングだからな。ちょっと重たいな、これ。想像以上に重たい精霊石だね。まあまあまあ。ゾーラのサファイアを入手。ゾーラ族に伝わる水の精霊石。一番大切なものよくわかんないけど、ついに石が3つ揃った。いいよ、リンクはよくわかんない方がいいよ。俺ちょっと重たいものだなって今感じてるけど、お前はわからなくていい。そうだ、俺らには、ゼルダ姫がいるからな。ゼルダ姫の元へ戻ろう。オッケー、これだいぶ進んだんじゃない？父上には内緒だぞら。なんだそのちょっと暗闇で、暗闇でなんかやったか俺。ってことは父上にまた喋りにかけに行く。内緒だって言われたから。ウィス、助けてきたぞ。おう、ジェイよ、姫を助けてくれたそうじゃな。感謝するぞら。オッケー、まあまあまあ、そういうこっちゃ。いや、3つ集めたってことはもうガノンドルフっていうボスとの戦いなのか。相当終盤に来てるってことでいいのかな、そういう認識で。まあ、本当に、攻略も見ずにね、サブクエストとかサブイベントみたいな、収集物とかも全然多分できてないとは思うんだけど、無事ね、2日
ストーリーは順調にじゃあこれ進んでるってことでいいのかな、じゃない？ん？なんかムービー入った。ハイラル城の前で、はい、あのゼルダに会いに行こうとしたらムービー入りました。見てみるか。え？このアングルってまさか、なんかオープニング夢に見た時のアングルじゃない？これ。え、もしかしてこれゼルダも連れて行かれるやつじゃないの？ねえ。え、マサユメってこと？俺の勘違いじゃなかったら。このアングルってそうだよね。ほら、ほら、来たー。ちょっと鳥肌立ったわ。ほら。え？どういうこと？逃げてるってことでいいの？ガノンドルフから逃げようとしてんのか。びっくりした。あのシーカー族が裏切って一緒に姫持ち帰ったのかと思った。ち、逃がしたか。そこの小僧、今白馬を見たはずだ。どっちへ行ったか教えてもらおう。あの適当に鼻ほじほじしながらあっちって指させ。もうかばい立てする気か。いい度胸だ。なんでわかったの、その表情一つで。テレパシーでも出た。いやー、今の俺じゃ勝てないんじゃねえかな。ふっ、やるのか、この俺と。面白い、気に入ったぞ。なんか正面から見ると意外にブサイクじゃね。なんか横顔めっちゃかっこよかったんだけどな。ワンパンワンパンなんだが、小僧、俺の名を覚えておくがいい。ジャギかお前ジャギか奥手の剣のジャギ出てきたぞ。俺の名はガノンドルフ、世界の支配者となるものだ。横顔なんかめっちゃかっこいいんだよな。ずっとその馬乗っといた方がいいぞ。お前絶対モテるわ。そう、正夢になっちまったわ。このシーンだって見たもんね。で起きるみたいな。目パッチリやな。とりあえずあの落としたもの絶対拾った方がいい。この落としたもの、ここら辺に投げてね。ほら光ってる。え？オカリナ？時のオカリナを見つけた。ゼルダが残した王家の秘宝、神秘的な光を放っている。これ投げたもんね、必死に。いや、よかったよ、なんか陸とかに落ちてパリンって割れなくて。ジェイ、聞こえますか？私、ゼルダです。ジェイ、あなたがこのオカリナを手にした時、私はあなたの前からもういなくなっているのでしょう。さすが、その通りで。あなたを待っていたかったけど、もう間に合わない。うわ、タッチの差だったな。せめて、このメロディーをオカリナに込めて送ります。オカリナ流行ってんだな。俺も持ってっけどね。え、覚えないといけない？右、ええ、ええ。ごめん。覚えられねえわ。右、A、下。右、A、下。オッケー。右、A、下ね。いくよ。ごめん。お前との約束はや、守れねえかもしんねえ。行くぞ、行くぞ。右、A、下。これ何の音？何の曲？俺の吹いたのと明らかに違うんだが。なんかすごいね。めっちゃ綺麗な音鳴るし、A 使うんだね。A 使うと思わなかったわ。時の歌を覚えた。結構、こっからまた、え、俺もさ、3個の精霊石集めたから、もう終わりを迎えるのかなと思ってたんだけど、こっからまた始まるね。時の神殿の石板の前で、この歌を、トライフォースはあなたが守って。この歌で、何かを呼び寄せるってことか。時の神殿ってさ、サリアがいた場所だっけ？サリアがいた場所まで行っちゃおうかな。じゃあね、今日は
ここで締めさせてもらおうかな。ジャブジャブ様のね、ダンジョンを攻略して、ルト姫に気に入ってもらって、水の精霊石も手に入れて、三つ目となって、ゼルダ姫に会いに行こうとしたら、冒頭、1話目、実況の1話目でね、出た、あの、夢の中の、出来事が、今、デジャブとなってね、ゼルダがさらわれちゃって、で、オカリナをもらったんで、そのオカリナを次回は、時の神殿で吹いて、また物語が進んでいくのかな。いやー、めちゃくちゃ楽しくなってきたね。俺も3つの精霊石集めたから、もう終わりに近いのかなと思ってたんだけど、まだまだボリュームありそうだね。すっげー楽しみだわ。じゃあ、今日はここまでで。また次回も見てください。あざしたー。